ワールジの方、行きましょうか。1の方、スタートー。さあ、これ、青い人が先手を申し込んでいたという形になりますんでね、過去に向かわないと。一応前に逃げるつもりか。うわーでーオッケ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 ー、さすがに負けを認めたが。さあ、これ決めば、これ、隠しブロック気をつけて、隠しブロックに乗るというテクニック。行きましょう、ゴーリンです。1のうち、クーパーヒルズ。クーパーヒルズ、行きましょうかー。さあ、ノコノコのなんかですよね、クーパーですから。ノコノコに直撃したらあかんよ、ほんまに。クーパー言うてくれてんねんから、制作者が。危ないよ、無理すな、俺これ、盾持ってるから。うん、そうやね。な、俺にぶち当てたような気持ちも若干あったんやろうけど、俺は、カキボを、盾移動しておいていく、オッケー。で、これ何か出る、パックン、警戒、オッケー、ボム兵警戒していた。滑る予選、ボム兵いるんかーい、ボム兵いるんかい、シャシャシャンシャーン。おい、こら、勝手に人手すな、ほら、自ら爆発するやろ。うわー、なるほど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 。嘘やろ、そんなん。それは厳しいで。ルイージ一番お手柄や、そんなん。おっと、なんや、いや、あれが制作所隠しゴールではないでしょうね。は、こら、いたずら、のみんなお実況プレイか、お前は。なんちゅうやつや。くっそー、鈴剣、かっこすぎ。なんの話やねん。マリオカートデラックス。マリオカートですね。スタート、まあ、キノコ取るのかどうかという形ですよ。まあ、なしでもいいかな。青い人は、突き刺さったと連絡。アタック、そう簡単にさせないよ。そんな、ちんたりちんたり黒ノートしてたら、隙あるんで、俺乗っちゃうんでね。ほい。アウトー、悲しい、もう。ほんまに悲しい、それだけは。ほい。もう一回チャンスあり。カッコン。せーので、上からで行けそうやったんですよね、こっちからね。そう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 、青いとも狙い同じか。で、これどうか。で、上からでもどっかに通じてなきゃ罪ですからね。アウトっぽくね、これ。青いと上から行けるか、行ける、無理やー、アウトや。これ大丈夫か、俺たち帰れるか。青いとも狙いは同じは良かったんですが、こっから下行ける。あ、無理、もう一個帰らなあかんのか。ごめん、青いと、君の頭を借りて俺はもう一個帰るわ。はい、で、クルメ、まあ、乗らなあかんっていう可能性もあるけどね。あ、乗らなくていいんや。ルイージングウェーバーとかも行っちゃってるから。まあ、これはもう乗るわ。待って、これが乗らないといかねえのじゃ、やっぱ。帰りやってことは。やめてくれ。俺の車が破壊されちゃう。あ、気絶した。いや、気絶じゃない。車が復活しろ。復活なし。車が必須なんじゃないか。どうした、手応えが悪いか。いやーん。さあ、みんなでやり直しですね。行きましょう。おそらくキノコが必須だぞ、このコース。キノコを残した状態で行かないと、進んでしまうんや。で、キノコ取ろう。それ、これかもキノコ分かってるわ。それ、キノコの状態で、やめて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 、おっ、よし、キノコ状態でかい。この状態で行きたい。急ごう、ほい。最後、ヒップドロップが必須なんで、キノコでの。破壊、オッケー。頼む。封じんな。だから、封じたら罪や、言うてんね、君たち。あ、取れるようになってる。あ、なんか取れるようになってる。リセットされた。え、ブロックがリセットされたぞ。マジで、いけた。うわー、最悪、みんなでやり直し押してた俺。さあ、みんなでやり直し行きましょうか。スタート、キノコを持った状態で行きたいが、あー、キノコ取られたな。ルイージ邪魔しろ。オッケー、ナイス、俺キノコ取るわ。せい、よし、キノコ取った。よし、これで1位で行けば勝てる。急げ、キノコの状態残していけばクリアできるコースなんで、ゴーで、これでパチコン行っといて、早く降りよう、降りてゴー。よし、で、そのまま逃げれば勝ちやからね。いけ、よし、飛び越えた。これでルイージも封印、さよなら。どうか、で、こっからまだ油断できない。さあ、ここで食らったらあかんもんね。スタースタート取っといて、クッパ倒しながら行きましょう。切った、とどめだ、ガツン、リグフ、なんじゃこりゃ、最悪や。適当に作ったコースやん。いや、でも先手取ったわ。1の1のリバプール、1の1のリバープールですね。スタート、気絶そうやけどね、ほんま、クリボーで。パックンとかも出るみたいやから、かなり慎重に入った方がいいか。さ、ルイージングメンバー、よし、上から、よいしょ、うわー、今の結構良かったんけどな。ドッキリやったと思うねんけど、フリってなったね。ゴーマイルズ、ゴーマイルズ、スタートかどうか、まあ、スタートはスタートなんですけど、どうか、4番手、3番手ぐらいに上がれるか。危ないな、これ。滑ってたからさすがに、安全面考慮して。さあ、こっから追い込んでいけるかどうかですが、サメジャンプ一気に追い込んでいったね。で、一気に1位までまくっていったという形になります。まくり出し。L、L ですね、スタートー。適当にタイトルつけた可能性が高いか。行きましょう。鍵取り合戦、耐久戦か、自動オープン。もしくは、ルイージのようにダイレクトで、あ、なんか、ルイージ鍵出たら折れちゃうか。俺や。よし。
一番今近くにおったんでね。なんや、ありがとうな。ルイージがもしかして暴発してくれたんかな。ライジングティデイ。ライジングティデイですね。ヨッシー乗ったままゴールの条件戦。まあ、ヨッシークルクルでっていうのからするからね。クルクルでって、オッケー、両方とも取った。あぶねえ、あ、大丈夫か。危なくないんか、毒沼。おー、やっぱ毒沼危ないよな。で、これで、ファイヤー吹きながら、まあ、あくまで慎重にっていう立場になるような、毒沼にジャンピングだけはほんまに芸人すぎるんでな、あまりにも。絶対勝つよ。あぶねえ、うー、ブレーキ。いやー、今のドキッとしたね。ブレーキ間に合えへんかと思ったわ。で、あ、まあ、一旦落ち着いていこうか。青いとも多分焦って気絶やと思うから。後続来るまでに時間かかるはず。で、マリオもよし乗り捨てとかして、ギリギリ耐えてるっていうイメージなんでね。はい。あ、いけるいける、これいける。で、どこや？お、足場ある。よし、足場確認し、これよし、ロスあかんよ。オープン、オッケーオッケー。で、定期時間で上行こうか。はい。お、オープンせんか。ヘッドスライディング！オッケー！ヘッドスライディングで、ウーギュグシャンシャーン！ヘッスラできたよね！シャンシャーン！ペス！1の1、バッドビルディング、自分で作った。さあ行きましょうか。自分で作ってくれるコースですね。セルフビルディングですから。確かこういうのってね、関係なかったと思うねんな。これ、早く行こうぜ。これ足は関係なかったんて。これ、さあ、青いとはいけんのか、これ。いけるんやったっけ？そう、いけんねん、これ、確か。で、このまま、青いとが、まだ無理。オッケー、よし、ちょうどベスト！今の早すぎたらアウトやもんな。で、これで誰一人いけんねんな。よーし、スリーボーズ。クッパ3体滑り倒しからゴール行きましょう。さあ、押し合いからスタート。オッケー、俺が一番出たね。で、上のオンを押したら何か始まんねんて。何が出る？ファイヤーの補充か。ほんならさっき抜けちゃいたいけど、ちょっとそれは無理か。まあ、上から打てば安全やな。こっちにこうクッパ向けるんで、あとみんなで打とう。みんなで打てば一緒やで、こんなん。さあ、クッパがええ感じ、かっこいいですが、あ、目線がかっこいいよな。ちゃんと背中に目向けながらやってるからね。条件達成は誰か。フリオが条件達成ですが、一つにまずまとめる作業が必要になってきますんで、ね、俺たちどっちかが、あ、先だ。援軍来ましたね。どうまとめるのっちゅう話ですわ。オープン、よし、入った、でかい。さ、先に入ったんでこれ大丈夫ちゃう。押してもらえればオープン認められるんちゃう。よっしゃ、いけ、突き抜けろ。さあ、どうだ、やばい、プリッてされちゃう。頑張れ、頑張れ。プリントされたら抜かされるやん。下から回復売るわ。いけ、やばい、狙われる。もうこうなったらテイク、おっしゃー。ライズオブザガンバー。さあ、ライズオブザガンバー、すげえ。ゴームがワンちゃんに乗ってる。すげえ、かっこいい。そんなかっこいい。クリボンすごいな。マリオ回復ってんてんせ。すげえ。俺誰や、俺は青い人やね。で、マリオ気絶。右飛びボンバーというか、なんでしょうね。まあ、難しいなーって感じ。勢いよく右飛びボンバーで一応届くかなっていうデータは取れた。行きましょうか。せーの。あ、プリッとするが、あ、足場あるやん。まあ、気絶かと思ったら足場ありました。で、バームクーヘン、バームヘン。うわー、これ絶対上から行った方がいいけども、こっち来ちゃったからには、しゃあないと思ったけど、さすがにこっち厳しそうやな。戻ろうか、一旦な。ウェルトの方が絶対強いよ、これ。一旦落ち着いていこう。ウェルトに切り替えましょう。フリオが、ウェルトに行く可能性あるから、ね、やめてな。これ、どういう感じだったっけ？上にね、なんか、登れる方法があるはずだね。必ず。いや、無理だ。ケロッコが多いから、これもう一度判断。こっちにもう一度行く。こんな判断なかなかないけどね。マリオメーカーにおいて。それぐらい冷静に行った方がいい。一応戦闘やから。上から行くのが困難であると。いうふうに判断した場合は、もう一度冷静に行くことができる。はい。で、勝たんしか勝たん。勝たん。よし。オッケー。まあ、この判断で勝った場合はいい判断という形になるか。どうか？何してねん！何やねんこれ、ほんまに。ちょうど落ちるための穴置いてあるやん。やばい。あ、大丈夫か、マリオ来てる？マリオ来た、マリオ来た、ほら、マリオ来たって。危ないって。え、何これ、この辺に何か鍵持ってるやつおる？おらへんや。え、鍵持ってる人おらん。ありゃ、マリオ、どうする？一緒に上見ようか。そうやね、鍵がないですから、一応隠し鍵ちょっと見ようかな。ここ叩いたら出るとかではなさそうやね。ってなった場合、どこかしら、どこかしらにあるはずなんで、それがどこかしらってわけよ。あ、ここか。さっきマグマが上がってたんや、たまたま。なるほど、このコース読めたね、完全に。で、おそらくブンブン、これは偽物、お前が本体だ。で、その扉、戻り用の扉、いけぞ。いや、でもこれ HP がきつい。一旦こっちひるひくか。いやー、 HP がきついのよな。で、これでリセットなるからね。ファイヤーからどういう風に行くかやな。とりあえずマグマ下がるの待ちましょう。下がってる、下がってるの確認し、で、ファイヤー取るが、しかし、
なかなかあの分、ファイヤーで倒せばいいんか。そういうことか。ジャンプしたらあかんかったんや。僕はファイヤーだけオンリーでいけばいい。よしよしよし。で、これで、鍵獲得じゃないの？嘘やん。え、なんで？あ、こっちの扉入れば鍵なん？お前かい！それ早うてや！あ、なにこれ？あ、鍵だ。はぁ？マグマ溺れんのやめて。危ない！よっしゃー、歩いてきた。悪いよ、お前、お手軽泥棒だけやめてくれよ。これ、あか、右飛びしたら落ちる。絶対あか、右飛びや。おっしゃ、振りをずれた、でかい。ほい、振りをずれたやな。あ、ルイージやばい。あいつ心を鬼にして一個飛ばしてきたらまずい。ちょっと一回待つわ。今だ！オッケー！で、こっからよ。さあ、マグマ上がったりするから、ある程度速度は必須と見ていいでしょう。うわー、もう行くしかないな、これ、行こう。ほっ。で、クリボン、ポン。やめろ、センター絶対譲れないぞ。俺が仕事したんやから。このコースに負けるわけにいかない。せーの、よし、中間、急ごう。さあ残り100秒ぐらい。頑張ったんだ俺が。これで負けたらマジであかん。行くぞ。おっしゃ、この子の亀裂。おっしゃ、減った、生ゴール。よっしゃー、オンリー4の2K、オンリー4の 2K ですね。スタート。さあどうだ、1位。よっしゃ、どうだ。さあマリオ、これ上閉じ込まってるパターンも考えられるからね。そうやね、こっからマリオがうまく登れるかどうか、その隙をついて俺たちはもうゴールに向かいます。さあ、マリオが勝つか、ルイージが勝つかの2択やね、この時点でね。さあ、どうだ？これで閉じ込められとったら、マリオの勝ちやね。さあ、結末はどうだ？いや、まだ結末は出ないか。あ、やばい！フリオ行く！フリオ行く！行かなーい！まあ、焦るよな。わかるわかる。そこは絶対焦っちゃうわ。グオーマヒルズ！グオーマヒルズ、スタートー！さあ、これはアイテムで猫が出る可能性あるかな、こういうコースな。マリオが追い込んでくる可能性あるんで、とりあえず俺たちは、戦闘勢はね、もう止まることなく右で入力するしかないと思う。手の力さ言うてんぞ。あ、これも入っちゃおう。で、感知取る余裕ありそうやね。行きましょう。青いたら取らないよ、選択。持ち上げられたらまずい。あー、まあ持ち上げ警戒してこういう形になるが、俺も潜り込めよう。もう一度持ち上げ返して入ります。これ止めとかなんで、オッケー。あー、できません。浮き登りはまずい。お、入っていきましょう。持ち上げは入らへんな、さすがにギリギリ。オッケーオッケーオッケー。で、そのままナビゲーションに従って中間くるむし滑っていっての、あとは持ち上げ圏内か圏外かっていうのが、あ、オッケー。そうやね、さすがに中間2つ無視してるからね、ダイレクト退場が筋でしょうね。ゴリン、ロル、ロルですね、スタート。さあ、これはまあ3歩跳ねてるよー、でその中に当たりがあるよというコースなんでね。なんでとりあえずファイヤーぶち当てようか。当てて当てて、誰が当たるかなーっていう、ワザの抽選会。よし、頂点出して。あー、これあれやな、もうせーのビヨーンって言ったけど、フリも同じ考えっぽいな。行きましょう、アタック。で、こっからが続きがあるはず、物語には。ポーン、ポーン、おしゃ、右捨てか。あ、もう右飛びでよくないこれ。せーの、ぽよーん。あ、てか、ここに通じてるやん、普通に。あ、みんな来た、みんな来た。コラー。さあ、コラーですね、行きましょうか。スタート。さあ、俺は上から行くとかいう選択肢を考えてますんでね。このね、間がね、やっぱ狙いどころだと思うんですよ、ここ。ここ一番強い。このまま行けば、あいつら詰まってるんですけど、バイバイっつってこっちからゴールできるんで。はい、ありがとうございます。オッケー。何してんの、あいつら。ずっと詰まってんちゃうか。マリオカートのゴーストレース、始まります。カッコン！さあ、どうだ？ね、一番いいスタート切ったのはマリオですね。一瞬引っかかったんですよ。それでもコースタートこだし。やべ、無限アタックやめて。あ、向けアタックやめとこう。俺たち協力しないとこれ、青いと逃げちゃうからね。やめろ、ルイージ。ぶつからないように協力しよう。どけどけどけ。よし、俺先行くわ。青いとうまいことかいくぐった。金は良かったらしい。そうはさせない。ショートカットの土管行くわ。違う。この土管ショートカットしちゃう。全然違う。普通に。反対側も土管あった。さあ、どうか？青いと、何か、スタートか。何か逆転の要素が必ず存在するはず。じゃないとレースじゃないからね。ふっ。ん？これは、高速ルートもありましたけど、関係あったんかな。ただ距離は間違いなく詰まってますね。この運転技術、テクニックによって、一気に距離が縮まっているようにも見えます。さあ、スターもなしで、なんとか回復することができるんでしょうか。ゴール来ないでと願う一方ですが、どうだ？インコースから少しでも距離を詰めて圧をかけていきましょう。さあ、青いと、観念したらどうなるでしょうか。観念しなさそうやな、なかなかな。さあ、自ら下の方へ降りていった。俺、右の方ルートを選択していきます。ふっ。捕まらないように注意しつつ、この距離が、少し、致命傷になるか、致命傷になるか。いや、そうでもない、そうでもない。伸びるか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 伸びやどうか伸びやどうか。さあ、どうだ、伸びやどうだ、追走追走。さあ、インコース入った、ブロック、ブロック、おっしゃ、イン、大外、大外、ちょっとその
叩く気痛い結構やばいか、ま、ボッシボーボッシボーですね。スタートーさあプニッとなっていってさあなんかボス出るはずやからな。はいちょっとずれるわな、ね、やっぱな頂点刺しでいっといてスムーズにね距離を離していきましょう。はいオッケー滑っていこうよ。でボス戦かな。あーあなたか。さあ大人のファイヤーもらいましたね、ありがとうございます。でこれでオープンいきましょう。オープンドン。でやばいやばい押してくれ、あぶれ押してくれた、よかった、今の押してくれなきゃもうアウトやもんね。で大丈夫でゴリーン。天国への道、天国への道ですね。スタートさあ行きましょうか。特大大天空かな、天国への道。どっかでやられるという可能性もあるな。どういう意味の天国への道なんでしょうか。さあ今時出しゃなし、ずれる人はどうか。さあ一気に出してみて、どうだ、突き抜け、オッケーオッケーオッケー、突き抜けだ。エスケープザグレープジュースファクトリー。さあグレープジュースですよね、この毒沼のことをグレープジュースですよって言ってくれてますね。行きましょう、スタートー。さあグレープジュースは特に上がらへんねや、上がってくるタイプのグレープジュースではなく、まあ、通常という形になるんかな。いやーこれちょっとルイージがね自分勝手しようとしてんの、うわーなんじゃこりゃ上がってきとったわ知らん間に。さあルイージまさかのグレープジュースへ自らダイブ、おめでとうしか言いようがないような気も、もう俺がおめでとうやないか。やばい間に合ってくれ、はいはい、レフトグレープジュースもうええわ。さあ行きましょうか、さあ青いとどうか、やばい、あーかんかんかん、一瞬殴った、やばい、でも急がなきゃ、早く行かないともう置いてきぼりになっちゃうからね、これグレープジュースの兼ね合いで。さあ青いと間に合うか、それもうよう間に合ったね、素晴らしい。でこっからパッキボーが出てくる可能性あるから、パックン警戒しつつ、あやっぱ出るよな、全パックン警戒してるんで任せてください大丈夫ですよ。で一体何か、あら鍵必須やで、赤コイン必須か、じゃあ赤コイン取りに行かなあかんわこれ。さあ赤コインどこにあんのや、あとこっちちょっと戻ってみましょうか、戻ってどっかにあった、あの上か、この上怪しいな、ここの上にさあるんちゃう、せーの、あここなんかあるやん、何、あ赤コイン回数ではないんや、あと1枚どっかあるやね、忘れられしとこにありそう、土管の中とか入れるとかちゃう、ああ回数したルイージ、ルイージメンバー、ルイージ確保に向かうわ、回数したってさ、おった、ここで捕まえようか、捕まえられないで行くが、まあ、それはそれで、あの、厚くてるのは多分、あの、自ら、ね、あの、グレープジュースに多分ダイブすると思うんで、厚くてさえ置けばね、厚くておくわ。さあ、自らグレープへのダイブを、お願い、ダイノは俺かい !2-3?2-3? まあ、USA にみんな釣られると思うんで、逆にこれ攻めてみようか。うわー、クソ外れを忘れてきたな、これ。うわー、どうしよう、あ、いや、USA 取れた。ってことは、上が正解やとしても、マリオには勝てる可能性ある。マリオあいつ相手持ってない。気絶やろ。自ら気絶、いや、気絶じゃない。わあ、何が吹雪しろうじゃん、芝居太郎やろほんま、吹雪しろうはいないで、芝居太郎はさすがにいないで。